ピントをちゃんと俺に合わしときよ。さあ、というわけで、開けますか。レッツ、オープン。わお、いつの間にかもやしとニラが入っている。いいね。もやしとニラはね、先ほど入れました。いいね。もつとかもいい感じっぽいからね。うん。食うわ。そろそろ食いますわ。というわけでね、私も、ご飯のお時間となりましたんで、食べたいと思う。いけそう。もうええわ。いけそうかな、危ない。これ美味しいよー。ポイントはね、作ってる時見た人、ね、配信見てた人わかる。ラーメンスープ、醤油ラーメンスープのね、入れるところ。うん、美味しいから。もうね、あれ、ラーメンのスープって手頃やからね、いろいろとね。ああ、いいな、舞茸も。豆腐入れよう。昨日の豆腐も、なんか溶けてるなんかとかあったね、いろいろな。あとね、こういうなんの時のね、ちょっとまあ時間もちょっとかけたいけど、揚げ。揚げが半端ねえよな。揚げのうまさ。ネギはもうくたくたになってほしいから置いとこう。というわけで、いただきまーす。とりあえずホルモンからいこうかな。ホルモン。うん、うん、うん。硬くていい。うん。ほんまね、いつ飲み込んでいいかわからんぐらいでちょうどいい。うまいね。うん、美味しい。ああ。生姜もめっちゃ効いててうまいよ。うん。うまい。いいからさ。一平ちゃんカラムーチョ味なんかより全然いいからさ。うん、美味しい。深みがあってね。前だけうまっ。うまっ。やばいな。これはうまいわ。もやしとニラがね、絶対いるよね。こういうもつ鍋とかさ、こうチゲ鍋にはね。うん。あ、いいね。ああ。熱。豆腐熱。で、ホルモン。うまい。やっぱ閉まっちゃうで。うまい。この歯ごたえと、ちょっとこの脂身っぽいと、内側のデロンとしたところね、ジューシーさ。あー、うめ。これはいいな。やっぱホルモン買ってきといてよかった。ああ、うん。うん。なに、このね、今日5日目が4日間で出来上がったね。このスープ。これもやっぱね、いいね。味出してるよ。あ、牡蠣が入ってた。ちっちゃくなったけど。うん、昨日の牡蠣や。うん。おいしい、おいしい。ホルモン急いでよかったわ。やっぱこういうのはホルモンだよ。うん。魚とかもいいかもしれんけど、やっぱりホルモン。
うまい。うまいわ。ホルモンなんでこんなうまいんやろな、このね、ジューシーさ。酒と合うわ。酒と合う。というわけで、次の酒か、なんかで会いましょう。おかわり。おかわり。よっしゃ。暑いわ。やっぱ体ほてってきた。ああ。その身の回りに女子がいたのに襲われてたのかな。もう体がほっとほって。めっちゃ体があったかい。めっちゃ体がね、あったかい。ね、ほんとこれ機能するつもりやってんけど、この風邪から回復、風邪みたいな症状から回復した、何になってこれかよ、みたいな。ハイボール飲みます。もうちょいかな。おかまみたいに漁師やりひなだな。ポッカレモン。ほら、もうポッカレモン半分なくなってるわ。結構な消費してるよな。半分ないよ、もう。やばいな。炭酸水。これ炭酸水なかったら終わってるえ。あるわ。箱買いしといてよかったわ。箱買いしといて。一箱60円やからな。一本6円やから。よし。サンガリア安いなぁ。よっしゃ。カーテンの後ろに隠れてんの襲いたいわ。襲いたい、そういうの。乾杯。ああ、唇口内炎やけど美味しいわ。だけど今日のこの分もまたね、半分ぐらい残すから。まだ明日あるから。明日もあるからね。それを計算してやってますから。揚げ食おう。とりあえず揚げ食いたいわ。このやばい、やばい状態の揚げ。あとホルモンね。うわぁ、すげぇな。これ、いつの豆腐っていうのが出てきてるわ、もうこれ。色が変わっちゃってるやつ。こういうのが美味しいよね。うわぁ、半端ねえわ。パネッサ。まっ。ちょっともうこれ色がついてきたこの豆腐とか半端ねえな、絶対。ああ、うまい。あとこの揚げね。揚げ。もう、どんだけ味が染みとんねんという。うまい。やっぱ揚げ最高やわ。豚肉。うまーい。で、ホルモン。
うまっ。やっぱ島町やわ。うん。島町最強やわ。出てくるこの油のジューシーさ半端ねえな。うん。いいね、鍋。ほんとね、前も言ったけどね、鍋の良さはね、5分10分で終わらない飯っていうね、このやっぱね、酒飲むにはね、やっぱいいよね。ちんたらと、うん、1時間ぐらいかけて飯食って。うん。俺普通、基本的に飯早いからさ、10分15分で終わっちゃうからさ。うん。晩酌で当て作ってさ、とか当て買ってきたってさ、もう、ものの10分で終わっちゃうからね。そうすると鍋がこれチンタラできていいよね。これが素敵。うまいっす。うまいっす。俺にピント合わせてんのか、このカメラちゃんと。このテカテカしたおっさんにピント合わせよ、この野郎。というわけで。次の先か、また何かで会いましょう。うわぁ、お腹いっぱいになったわ。うん。そろそろハイボールのおかわりも必要やけど、まあ、もみじまんじゅうでも食べながらね。いや、鍋談義でしたよ。豆乳鍋とかね。豆乳鍋が美味しいってさ、俺まんまないかな。トマト鍋とかもよくわからねえ。なんでトマトを鍋にしながら。豆乳鍋美味しいらしいけど、俺がやる気はしねえな。申し訳ないけど。なか誰かが作ってくれて食べるとか、人んち行った時に、今日は豆乳鍋にしたかなとか言われてた、豆乳鍋やった。そこでね、目から鱗が落ちることになるかもしれん。コンポタ鍋だよ。バカじゃねえよ。そのいらねえよ、そんなの。クノールの回し物かよ、お前。いらねえわ。コンポタ鍋なんかあんの？俺も正直言うとカレー鍋ですらありえへんからね。もうカレーでいいやん、みたいな。カレー食えやと思うの。カレー鍋かよ、みたいな、ね。最後リゾットとかするんでしょ？ないわー。俺の中ではないわー。前やったことあるけどないわー。トマト鍋のエンディングには、ハヤシライスなんや。俺、ハヤシライス嫌いやしな。んで。デミグラソース嫌いやから。あの、オムライスとかにさ、デミグラソースかかってるのが俺も許せへんからね。もうケチャップにしとくよって思う。もうケチャップでいいよ、みたいな。何やってんだよ、まあ、余計なこの酸味とか足しやがってんの。まあ、ケチャップも酸味やけどさ。もうデミグラとかさ、具のどっぷりしたさ、もうあんなもん、もう、ハヤシライスとかも絶対無理やからね。ここ一番はカレーやのになんでハヤシライス食うのみたいなね。うん。まあいいよ、ハヤシライス好きな人多いと思うけど、俺はハヤシライスは嫌い。嫌い。ありえへん。ハヤシライスとかありえへんから。ハヤシライス嫌い。俺はハヤシライスが嫌いです。ココイチでハヤシライス頼まれた日には、マジっすかってなるよね。ココイチですよ、ここ。え、それ何からなんですかって聞こえる。ハヤシ、何ハヤシですかって聞きたくなるわ。本当に。カレー食いたくてハヤ、ま、ココイチって言うさ、もうなんでハヤシライス食ってんだよな。あれなんでハヤシって言うの？あれ、ハヤシさんが見つけた？ハヤシさんが。ハヤシさんが決めた、あれ。あんなよくわからない飯。まあよくわからないこともないと思うけど、美味しいやと思うよ、あれな、デミグラがね。まあ、俺あんま好きじゃないよ。シチューはいいよ。まあ、ただ俺はシチューを作んない。何食べてんの
もうね、食べ終わりました。今日はね、ホルモンチーを食べておりましたけども、もうね、明日に食べに行きます。正解は、はい。ね、日本人の聞き間違いみたいな。ハヤシライス、正確に言うと、ハイシライスやで。なんだ、ハイシライスってどういうこと？んハヤシライス食べたことない。俺はもう好きじゃないよ。なんか、酸っぱい感じの。大体酸っぱい匂いしてるやつなんて腐ってっからね。食べたらあかんよ。レモン以外。レモン師匠以外ね。そんなもん酸っぱいもんごてえわけないよ。大体酸っぱいもんダメよ。大阪の自由軒作ったのがハイシライス。自由やったんや。で、それをさ、もう、じゃあ、俺はハヤシライスみたいな。なんていうの、ビックリマンチョコの、ロッテが出してたのに、ロッチで出してたビックリマンシールみたいなの、偽物の。それがハヤシライスか。いや、偽物やないけ。ハイシライスじゃないやつは全部偽物だよ、そのもん。ロッテじゃなく、ロッチのビックリマンシールみたいなもんやな。ダメだね。認めねえ。なおさら認めねえ。なおさらね、でもいらねえ。ハヤシライスいらないよ、俺。ハヤシライスに魅力はねえもんだって。それ誰か作ってくれりゃそらさ、あれちょっと待って。このキットカットさ、割れてねえぞ、一番上まで。一番上は割れてないよ、これ。足みたい、ズボンみたいになってるわ。ほんで、これ上まで割れてねえぞ、なんでこれ、もみじが描きたかった。もみじを描きたかったばっかりに、こんな割ってないキットカットのくせに、デザイン優先しやがったな、キットカットの伝統を。キットカットって、キットカットってさ、海外持ってんのかな？カレー味。キットカットって、だってキットカットなんて日本の製品じゃないでしょ、これ。で、ネッツルね。ネッツルってこれ日本じゃないでしょ。ネッツル？ネスレ？どっちだったっけ？ネスレや。ネッツルや、ネスレ。グッドフー、グッドライフ、ネスレ。ネスレ、ネスレ日本、ネスレ日本で作ってんの。だから、もともとキットカットはライフマンでしょ、これ。この名前から iOS のキットカットができたでしょ、もちろん。ドライフルーツの入った高級キットカット食べたら、マジでそんなんあんにゃ。そうなんや。いいやん。俺も食べたいわ、そんな。俺ドライフルーツ好きやから。そんなんでバナナチップス食べなあかんわ。外国物の日本生産品ですよ。あれだから、ジャパニー、テリヤキチキン、テリヤキバーガーみたいな、テリヤキ、マック、テリヤキバーガーみたいなのかな。そうやつ？チキンタツタンみたいなやつ？こんな感じ？もういつもこれ開けたらわからんなるわ。やめとけって言ってんやろな、多分な、こいつがな。今からそんなもん、食べんなって言ってんだろ、こいつがね。だから聞かねえ。俺はね、人の言葉に耳が傾けねえ性格だからね。おい、ちょ、どっから開けんだよ、これ、ほんとに。ちょ、開けらんねえ。ああ！反抗期や、こいつ！完全に。完全に反抗期やで、これ。ああ！感触起こしよった。バナナチップスの感触を起こしよった。吹き飛んだわ。うまいわ。これぐらいしとこうかな。
ップつまいね。というわけでね、明日は最後の鍋になります。というわけでパテモス協会でした。明日また、明日またっていうか次の動画でお会いいたしましょう。